いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。ドリームクラブコンプリートエディピョン31回目、今回からはルイ先生をご指名で進めていきましょう。レイカちゃんの流れからね、ルイ先生、歩く卑猥先生本当のリアル先生だもんな。昼は教師、夜はお店で働いているという。これでもさ、お店誰が人気ナンバーワンだろうって考えた時、ルイ先生なんじゃないかなって思うよね。やっぱおっぱいは正義でしょ。ご指名はルイさんですね。はい、それではご案内します。今回はひたすらルイ先生ご指名でいきますよ。こんだけおっぱいでかくて露出も多くてスタイル抜群でピンク髪もうさ、エロい要素しかねえんだよ。声優さんも原田ひとみさんっていうね、エロい要素しかねえよ何もかもがエロいんだよ。レイカちゃんルートの時にね、仲良くなるためにちょっといろいろと触りの部分は聞いちゃったけど、改めてね、最初からいろいろ聞いていこう。いらっしゃいませ。来ちゃった。いらっしゃいませ。また夢の時間が始まっちった。ちょっと間に一回メンヘラ女子入りましたけど。ああ。はじめまして。でかい説明不要。よろしくね。で、これ、レイカちゃんの時にも言ったけど、おっぱいもそうだけど、この横のさ、パンツ見えてんだよ。もう、紐が、その紐、いくらで、ビュッてほどけるんでしょうね。お客さんの名前いくらでもほどけねえか。そんなサービスねえか。よろしくね。よろしくお願いします先生。緊張してる？ちょっとね。みんな最初は緊張するから平気よ。もうこれも今日は楽しいお話。みんな最初は緊張するからソープで言うセリフだよねそこまでのお店でいいんすかこれ。ちょっと緊張も解けてきた。普段は言うこと聞かない若い男の子を相手にしてるからお手の物よ。うん、本業は何よ？男子校の教師よ。男子校だもんね。しかもね、学校には内緒なの。男子校のもう生徒たちたまらんでしょう。学校の先生がこんなお店で働いていいの？てか、お客さんにそんな個人情報言っちゃって大丈夫？一つくらい秘密はあるのよ。俺もこんな先生に習いたかった。先生の個人授業を受けたかったらたくさん出席することね。もうこの先生がいるんだったらさ、先生に会うためにあの男子校を受験するっていう中学生たちも多くいそうだよね。じゃあメールも。中学生？高校？あれ？高校生かな。いや高校生だよな、男子校っていうぐらいだから。私のアドレスも教えちゃうからあなたのも教えてね。これが俺のメアドだよ。じゃあ今日早速メールしちゃうからこれからもよろしくねエロいなこの先生は。まずはお酒を頼んではい、よし、じゃあいつも通り俺はマグマをいただきますよ。了解よ。はい、どうぞ。うん、で、確かルイ先生はねワインが好きだったんだよね。なのでワイン攻めでいきましょう。これもレイカちゃんの時と同じですね。乾杯しようか。もちろん乾杯。あブルンブルンユセユセユセサライドンタイム。いやー、先生のおっぱいを見ながら飲む酒はうまいねなんだこれ、すごくかっこいいわ。先生驚いちゃった。おっぱいが喋ってる。もうグラスにお酒が入ってないわよ。じゃあいつも通りマグマからのウイスキーで。了解よ。了解よ。喋り方もいいんだよな。よし、じゃあいろいろ会話をしていこう。普段よく行くお店は、うん、こんなん聞いてみるか。ルイちゃんは、ルイちゃん、ちょっと俺このお方をちゃん付けで呼べないんだけど普段は和洋中だとどのお店でご飯を食べることが多い？イタリアンが多いかな。ああ、これもレイカちゃんの時言ってたよね。そうなんだ。パスタとかピザが好き？パスタも好きだけどチーズが好きなの。盛り合わせで出てくるとすごい嬉しい。チーズが好きな女はエロいっていう法則があると思うんだけどいや、そんな法則ねえかな。自分の中だけだね。エロい、チーズ好きはエロい。匂いきついのとかもない？それがいいのよ、あの匂いがたまんないエロいんだよ、やっぱエロい。この法則合ってるよ。
チーズ好きな女はエロい。うん、俺もチーズはよく見てるよ。迷子になりやすいから。迷子？何のこと？またつまんねえこと言っちゃったよこれ。どこ星が好き？俺は日本より、あ、世界より日本かな。どこ星ってどこさんじゃないの？私どこさんかはあんまり気にしないかな。じとめ先生いいな。世界チーズより日本チーズ。それ世界地図と日本地図。これがまたいいのよ。何そのボケ、つまんない。つまんない。ちょっとね、ちょこちょこ会話してると S 系を出してくるというか。先生たまらんわ。先生ピンク髪って。見られても平気だけどね。え、何それ。おいしい。うん、俺もルイ先生の学校に通う。ルイ学校に通う。どうしたの、何か心配事？そうなのよ、生徒が受かってるか心配なの。ああ、ああ、そっか、今これ1月だから受かってる。そうか、冬は受験シーズンだったね。受かった子はいいとして、落ちた子のフォローがね、下手に励まさない方がいいのかな。うわー、先生だな。こういう話をするとやっぱりあまり気にしなくていいんじゃない、いつも通りでいいんだよ。そうかな。ただの設定じゃないもんな、ガチ教師だもんな。ガチ教師の流出でしょ。流出しちゃってるでしょ。そんなに気になるなら受験に落ちた子だけこっそり抱きしめれば。あ、それいいかも。すごく優しい先生っぽい。そうよね、落ち込んでる生徒には先生の熱い抱擁が大事だわ。そんなことしたら全員落ちちゃうよ。明日から受験に落ちた生徒は私の胸の中で泣いてもらうわ。胸の中で泣いてもらう。冗談だよ、ウルイちゃん。受験に落ちてる生徒が何割か増す。いやー、自分の武器分かってんな先生。デリカシーがないわね。デリカシーがない、この格好してる人に言われたことはないけどな。口はうまい、口はうまい。なんかこれもセクハラに聞こえんな。ルイちゃん何かして遊ばない？あ、これって。じゃあ口でするのね。おいおい、もうさ、な、狙いすぎだよ。ドリームクラブ狙いすぎだよ。口でするのなんかどう？こんなド直球なセリフいいの？え、口でするって口で何をするの？まさか。チューとか。チューって言っちゃうところはまだピュアだな。な、何よ、やらしいわね。いや、もっとやらしいこと考えてたわ。だって口でするなんて言ったのルイちゃんの方じゃないか。私はチョコレートラブをしようって言ったのよ。あ、でもポッキーゲームこれで遊べるんだ。でもあなたとすると何されるかわからないわね。いやいや、他のゲームの方がいいみたい。やろうよ。ダメ、別のゲームならいいよ。そうね、え、オムライスラブなんてどう？オムライスのやつあれ難しい、苦手なんだよな。今回はそれでお願いします。口でするのなんかどう、すごいなあれ。あれサムネにしてえわ。何が起こったんだと思うよね。じゃあレベル1でいきましょう。これね難しいんだよね。ほい、ぐーっと直線、直線を描く感じで、よし。あーあ、きたね、きたね、ことになっちゃった。あら、いいじゃない。え、本当に？よいしょ。ちょっともうちょっと、ここ。なんだこれ。殺人現場ですよね。よし、トマトにも描いちゃおう。よし、キャベツにも描いちゃおうか。ああ。できんだできんだ、もうできんだ。ぐしゃーってぐしゃー、お店中にケチャップをまき散らすというですね、暴発しちゃいました。お口でしちゃうもんだから。食べ物を粗末にしない。はい、すいませんでした。だってあれ難しいんだもん。どうやったらできるんだよあれ。どうする、もちろん延長ですよ先生。延長してくれてありがとう。まだまだ俺は若いっすよ。まだまだ2回戦3回戦私の復習は続くから。ゆっくりしていってね。はい、じゃあ今日は酔っ払わずとも。あなたは子供好き？うん、子供大好き。
子供に癒される、あの純粋さに癒されるもん。子供の頃はみんなああやって素直だった、ね、当たり前じゃないですか。うちのゲーム実況のチャンネルのアイコン、シスプリのひなこちゃんですよあんなこんなロリロリしいアイコン使ってる人に、高校生ぐらいだと大変。あ、やっぱ高校生だね、男子高校生、うん、そうね。俺は子供以外の純粋な人にも癒されるけどね。ひょっとして私のことかしら。そうだよ、大正解。少しはお世辞が上手くなったわね。お世辞じゃないんだけどな。先生全然酔わないね。あ、でも飲み物がなくなった。ちょっと最後の最後に1個 ETS の会話をしようかな。はい、乾杯。乾杯。ちょっと先生の酔っ払うのを待ちましょうかなあ、来た。ちょっと酔っちゃったかしら。やっぱこのアルコールの強さもレイカさんとそんなに変わらないかな。見られても平気だけどね。目キラキラしてんだよな。私入った。ちょっと変になってるかも。変になってる。常識的なことをこれまでずっと間違って覚えてたってことない？常識的なことを間違って覚えてた。あるある。私樹海をずっと海のことだと思ってたの恥ずかしいよね。いや、そんなことないぞ。お、合ってた。わからなくはない。漢字で海って思いっきり書いてあるし、よく人が死ぬ海なんだと思ってたの怖いな。2時間サスペンスとかで断崖絶壁から人が落ちたりするでしょ。なるほど、そういう場所のことを樹海と。あんな感じの海を想像してたんだ。あながし間違ってもないけど、とりあえず間違いだって気づいてよかったね。ほんと、生徒にバレる前に気づいてよかったわ。ほんとだよ先生。あ、ていうか何の科目を担当してるとかあんのかな、ルイ先生。会話で聞けそうだね。それ聞き出していきたいな。ルイ先生の学校のことをいろいろ聞きたい。もう帰っちゃうの？あ、落ちた。今日はもう帰るよ。じゃあまた次の放課後に、ね、もうとことん学校設定でやってくれるのが。今日はありがとう。分かってんなって。ぜひまた来てね。先生がこんなおっぱい丸出しで、横ひおパンツの紐も丸出しっていうお酒に自信あるの。学校にいるときはさ、先生にいるときはどんな格好なんだろう。やっぱスーツかな。これは男子校通いたい。あ、これ前回からの続きだから結構お金が貯まってるんだね。もう10万以上持っている。ルイさんって何かな、何あげれば喜ぶかな。好みが分からん。学校の先生が好きなものなんて、なんか、え、なんかあったかな。あ、私にメールを届けさせるなんて、なんだそりゃ。初指名ありがとう。こんばんは、ルイです。アドレス教えてもらったからメールしちゃったわ。今日は指名してくれてありがとう。まだまだ夜の補習は続いていくから、これからも私の心と体に癒されに来てちょうだい。そうすると私の期待も膨らんで、私の大きな胸ももっと膨らんじゃうかも。エロいメールを送ってきてる。それじゃあおやすみなさい。エロいメールを送ってくる先生ってなんだよいやー、ちょっとお金に余裕あるからショッピング見てみようかな。とことん先生に貢いでみよう。なんだろう、何があったっけ。あ、こういう化粧品ね。空手流も、いや違うよな。ボーリ、あ、でもあのレイカ、あ、これはでもレイカちゃんか。レイカちゃんルードの時のお話にルイ先生はめちゃくちゃボーリングがうまいって話があったから、間違いではないだろうな。でも人としては間違ってるよねお店にボーリングの球を持っていくっていう、それがこの辺の、あー、ピンク系、ピンク系いいかもな。髪に合わせてね、ピンクいいんじゃない。それかこれだね。えい、先生のためだ、両方買っちまえ見つぐぞ見つぐぞ。よし、これで化粧品とピンクの腕時計両方好感度バッチリだったら美味しいね。あ、再来週がルイ先生お休み。わかった。
ちょっと早いところさ、ガーンと好感度上げて、やっぱあのデートのお誘いしたいんですよね。いらっしゃいませ。受付さん、ドリームクラブは誰が指名ナンバーワンなんすか？いやでもルイ先生、これは人気出るよな。エロいもん、とにかくエロい店にエロい人がいたらそれは人気ですよね。みんなエロいことを元にこの店行ってるんだろうから。いらっしゃいませ。来ましたね、エロい先生が。今日もご指名していただいたのね、すごく嬉しいな。先生、今日いろいろプレゼント持ってきましたよ。今日も楽しいお勉強しましょう。楽しいお勉強。まずはお酒を頼んで。はい、保険の先生だったらいいな、この先生が。ほい。で、先生はワイン飲んでいいっすよ。これでピロリンでちょっと好感度上がりますからね。で、一気飲みをするとさらに好感度も上がる。よし、今日もおっぱい見ながら一気飲みだ。おっぱい飲みだ。がっつりです。ゴーラ、一気飲みは体に悪いのよ、気をつけなさい。もうグラスにお酒が入ってないわよ。よし、じゃあ先生、プレゼント持ってきたっす。あれ、あ、ごめん、買いましちゃった。まあいいや。許せないものは、俺、酢豚のパイナップルってほんと許せないんだ。あー、まあわかるわ、わかるわ、わかるけど、私はそんなに嫌いじゃないけどな。じゃあ、るいちゃんは許せない食べ物って何かある？許せないもの、私はレバーがダメだな。へえ。あの食感と匂いが許せないの。そっか、嫌いな人、苦手な人も多いか。うわ、でもなんかレバーも下ネタに思えてきちゃった。ダメだダメだダメだ、この人もう何から何まで下ネタだ。今度美味しいレバーを出すお店に連れてってあげる。そうしたら克服できるかもよ。絶対無理、口に入れた瞬間吐いちゃうわ。それはそれで需要はあると思うよ。ルイちゃんが吐くのは需要はある。いけるいける、レバーを食べてリバースしちゃうわけだ。全然うまく言えてないよ。何、ルイちゃん、ルイ先生ルートの主人公はダジャレキャラなの？ひどいな。その心の扉のレバーを引いてもっと心を広く解放してよ。ダジャレもいいけど、大人の会話も少しは勉強しようね。読む方の身にもなれやがれ。なんでつまんねえダジャレ読まなきゃいけない。先生、プレゼントあげる。じゃあね、これ化粧品、エレメント系の18番、どうぞ。お、バッチリ。これって私にぴったりよね。でしょ、すごく嬉しいわ、ありがとう。ちょっと先生、涙が、泣くほど嬉しい、マジで。化粧品そんな嬉しい、めちゃ喜んでもらえた。よし、じゃあさらにこれも効くでしょう、ピンクの腕時計。どや、こっちの方が高かったぞ。とっても可愛いよね。バッチリじゃん。ありがとう、大事にするわ。クリティカルヒット、俺分かってる、先生心バッチリでしたね。よかった、いっぱい煮ついでよかった、嬉しい。寝坊するとついつい朝ごはん抜いちゃうんだけど。抜いちゃう、もうダメだ、もうダメだ、もう何から何まで、もう、ずっとエロいこと喋ってない、この人。あなたは毎日朝は食べる？朝を、もちろんですよ、欠かせない、必ず食べる、体には気を使っているよ。ちゃんと食べるとその日一日元気出るよね。元気が、うん、元気が出るというか、なんでもない。というより生活習慣をちゃんときちんとしないと一人前って感じがしないんだ。もしも自分に子供ができたらそういうところをちゃんとしつけていきたいし。あなたはいいお父さんになりそうだね。あら、家庭気づいちゃう？いいお母さんになりそうだね。ルイ先生っていくつなんだっけ？いくつなんだろう？ちょっと酔っ払いまで持ってく。ああ、飲み物がない。あら、じゃあ高いのをおねだりしちゃおうかな。先生のためならもういくらでもお支払いしますから。はい、じゃあ乾杯。チンとね。よし、 ETS、 あれ、そろそろお時間みたいよ。このタイミングで終わっちゃった。延長じゃ。もちろん延長、補修はまだまだ続きます。ETS 持ってきたいな。ちょっと酔っちゃったかしら。もう一口。あれ、あら、何、もう
もう二口かな。入ったー。なんだか夢見心地。泡出てますよ。今日も私の声とガラで癒されていて、ね、何言ってんのこの人本当に大丈夫、捕まんじゃねえのこの人体に癒されようなんてそんなこと考えてないよ冗談よ、うちの子供たちみたいに。うちの子供たちって生徒のことを子供たち。ルイちゃんって子持ちなの？あら、子持ちに見える？まあ見えないこともない。生徒たちのことよ。子持ちならそれはそれでありだと思うよ人妻が夜の店で働いてる、ありあり、全然あり。あなたも学生っぽいけどね、私を指名するってことは夜の復讐を希望してことよ。何言ってんのこの人何言ってんの、なんでずっとエロい話してんのこの人。夜の補習お願いします先生。そうだね、夜になると先生がどんな姿になるか興味があるんだ昼と夜は全然違う。むしろ今が夜の姿だもんね。昼見てみたいよ。夜はどんな顔になるの？それは仲良くならないと見せられないなじゃあこれからいっぱい夜の補習を受けないとだね。おお、夜の保健体育がついに始まってしまっている。何赤くなってるの？黄色会話ないかな。あ、スリーサー、でもスリーサーズ前聞いたんだよな。どうなのかな、レイカちゃんルートで聞いたことって。いやでも引き継ぎとかはないよね、ちゃんと聞いておくか。でも合コン行くって気になるな。合コン行くって聞いてみよう。ルイちゃんは合コン行ったりする？私クラスの女が私クラスなんて行くわけないでしょ。ほうほうほう、そうなの？あんなの出会いのない人たちの集まりよ。うわすげえ。私には必要ないわ。すげえバッサリ切った。すいません愚問でした。終わっちったすごいバッサリ言う人なんだね。もう帰っちゃうの？名残惜しいけど今日はもう帰るよ。じゃあまた次の放課後にね。はい、放課後に。いいなあ学校。楽しんでくれた？ねえ、また来てくれるでしょ？もちろん楽しかった。絶対また来るよ。嬉しいわ。きっとね。それじゃあまた。なるほどね。ルイ先生との放課後は過激すぎますよ。あ、お金が結構ちょっとまずいか。ここはちゃんと働いておかないと。ドリームクラブへようこそ。ルイ先生とね、釣り合う男にならないといけないわけですからね。うん、私クラスになるとみたいな、こう高飛車なことを言っていたけども、この先生が言うんだったらそりゃまあしょうがねえなとは思うなはい、夜の補習はどうだった？こんばんは、ルイです。今日の夜の補習はどうだった？あなたはうちの生徒みたいですごく親近感が湧いちゃった。そんな子供扱いしたら怒られちゃうかな。もっともっとあなたのことを知っていたら印象も変わるかもね。これからも私の夜の補習を受けに来てくれると嬉しいな。また来てくれるの待ってるわ。それじゃあおやすみなさい夜の補習ね。いやー、頭は良くないねうん、頭は悪いな、ルイ先生な。なんだろう、あとやっぱこうそこはかどない、こうワードセンスの昭和感ね。夜の補習放課後とかさ、なんだろうね、この昭和感がまたいいのかな。スケート、スケートデートなかなか行けないよな。この冬の期間中にデートまで好感度を上げるっていうのがちょっと待ってて、ね、なかなか難しい。ミオちゃんの時行けたっけな。はい、今日も先生夜の補習お願いします。かしこま、こんなダメな僕を、ダメな生徒な僕を思い切りしつけちゃってください先生。ドリームクラブ、ドリームクラブ今日もずっとエロい話してくれんのかな。うーん、早く先生、あ、ちょっと来ちゃった。今の一瞬の間がもうそわ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 しちゃって、早く先生出してくれ。気がついた？まずはお酒を頼んで。はい、
じゃあ今日もいつものいただきます。マグマとワイン。はい。一気にグイッと入った。すごくかっこいいわ。おっぱいしか見てない。先生驚いちゃった。おっぱいが喋ってる。もうグラスにお酒。おっぱい先生とか言われてそうだな。了解よ。生徒の間で、いやでも生徒の間で神格化されてるかもね。すごくあの先生でエロいことを想像するのは許さんみたいな、親衛隊みたいな連中がいそう。会話、あー、献血したことある。あ、これでおそらく血液型がわかる。この間風邪をひいて点滴を受けたんだけど、注射が苦手だから泣きそうだった。男の子なのにダメね。ダメなんです。よく街中で献血のキャンペーンをやってるけど、ルイちゃんは献血したことある？したことないわ。私も注射は苦手なの。ほう。日本で一番多い血液型だし、私が貢献しなくても大丈夫でしょ。あ、これ聞いたっけ？レイカちゃんの時。日本で一番多いってことはルイちゃんは A 型なんだ。そう。これでも結構几帳面なのよ。ふんふん。財布のお札の向きとか気になる方？お札の向きよりお札の量の方が気になるな。うん。あなたはいっぱい入れてる？お金大好きだからこのお店で働いてるんだろうしね。いっぱい入れてきてくれるとサービスのしがいがあるな。なんか突き抜けてね、お店の股間があるのがまたいいな。じゃあ先生側の会話行ってみようか。冬って温かいものが美味しいよね。さらに甘ければ最高。お、甘酒かな。というわけで、あ、違った。私、たい焼きが大好き。これどちらかというと今川焼き。ちょっと納得いかないかな。たい焼きの方が可愛いじゃない。だってたい焼きって頭と尻尾のあんこのバランス絶対悪いでしょ。そこがいいんじゃない。わかる、そこがいい。全然わかってないんだから。だったら私も今川焼きに一言言わせてもらうけど。ほう。今川さんって一体誰よ。確かに今川焼きの今川って何なんだろう。知らないおじさんの名前が入ったスイーツなのよ。人の名前ではないと思うけどな。ちょっと気持ち悪くない？そういえばそうだね。というわけで、お、今日からたい焼き族ね。たい焼き族、うん、わかった。いやー、ルイ先生、クリームがたっぷり詰まってますね。これはね、こんな発言にもなるよそりゃ。こんなもん見せられたらこうなるわな。普段よく行くお店は、あ、これ聞いたし、ごめん、同じこと聞いちゃった。チーズね、チーズ。延長。よし、じゃあ ETS 持ってきましょう。先生、ガンガン飲んじゃって。おいしい。いや、やっぱ他の子に比べてやっぱルイ先生のオーラが全然違うもんな。周りの客に嫉妬されてそうだぜ。じゃあワイン。はい。二口、三口ぐらい飲んだら ETS 入る。ちょっと酔っちゃったかしら。先生、ガンガン飲んじゃって。酔っ払い待ちっす。ちょっと、うざい。うざい。ありがとうございます。罵ってください。あ、入った入った。なんだか目の前がいろいろ揺れてるみたい。お、黄色選択肢が出ましたね。やっと。生徒とどんな話をするの？こんな先生がいたら俺の学校生活ももっと楽しかっただろうな。男子校だからね。生徒は私とお話しするのを楽しんでるみたいだろうな。俺が生徒だったら毎日だってルイちゃんに話しかけちゃうと思う。ねえ、ルイちゃんって学校ではどんな先生なの？それは、え、秘密。気になる。興味あるのに。それより、私もっと別な部分に。何言ってんのこの人。興味があるんじゃない。ちょっと引いてきちゃった先生、ごめん。何だろうこの人。別の部分。そりゃいろいろあるよ、ルイちゃんのあれとかこれとか。いろいろって何よ。夜の生活とかだけど、そんなこと聞けない。今欲しいものは何かなとか。欲しいもの、そりゃあるわよ。今はね、香水が欲しいかも。
買います。買わしていただきます。香水ね。私ね、寝るときは香水しか身につけないの。真っ裸ってこと？香水だけってことは全裸で寝てるってこと？そうよ。おいおいおい、いい匂いに包まれていたいの。香水は私の欠かせないアイテムだもん。寝るときまで香水でもかけるんだ。なんか肌の下に温かいぬくもりが。あれ、ちょっと鼻血出てるし。すいません、つい想像を。全裸で寝てんのか。よし、襲撃しよう。襲撃するしかない。誘ってる、確実に誘ってる。おいしい。先生、ブラックホール。ブラックホールの話題ってなんだよ。聞いてみよう。宇宙にはブラックホールがあるでしょ。うん、何でも吸い込んじゃうやつでしょ。どんな話題だよ。そのブラックホール、実は地球上にも存在するの知っていた？知らない。どこにあるの？それは今、俺の胃袋の中にあります。何それ。何それ。今日の俺の胃袋は何でも吸い込んじゃうよ。本当かな。今日の俺はいくらでも飲めるって感じなんだ。じゃあ、お、飲み比べでもしてみる？ああ、飲み比べになるんだこれ。揚げ揚げ合戦か。受けて立つよ。ルイ先生が前かがみになった時のおっぱいが尋常じゃない。おお、先生がグラングランしとるわ。おい、いけ、グイッと一口で。どうもレジェンドです。まっちり、もうレベルマックスだからね。お、じゃあご褒美に、なんて。またエロいこと言ってきた。あ、時間だ。もう帰っちゃうの？名残惜しい。じゃあまた次の放課後にね。来週が先生休みなんですよね。楽しんでくれた？ねえ、また来てくれるでしょ。これ原田ひとみさんもすごいな。声優さんの力もあるな。楽しかった。絶対また来る。香水持ってきます。買ってきます。嬉しいわ、きっとね。それじゃあまた。香水ってさ、この前買ったのってなんだったっけ。あれ化粧、ん、あれなんだ、化粧水。うん、お金はちょっとあるからショッピング行ってみるか。ローディング中よ、少し我慢なさい。我慢できないっす先生。ショッピング行ってみよう。もう一回香水、でも特別アイテムを買うには時期が早すぎるような気もするな。あ、ルイさんのことが、ドリームクラブで一番のグラマラス、パーフェクトボディ。ルイさんの大人の色かに惑わされちゃった方も多いはず。ルイさんお酒に強い。酔わせて本音に聞きたいときは要注意。強いのかなあれ、お酒。なんかもう自分がマックスになっちゃっているからか分かんなくなっちゃったな、お酒の強さが。あ、これ香水出ないの？チャネルの3番。あれ化粧水だ。化粧水でもこれなかったですよね。出品されたってことはこれ買うべきなんじゃないのかな。まあでもきっと喜ぶだろうから買っておこう。もう一個同じの買っちゃう。ピンクの、あ、ピンクのイヤリング。あ、でもまあそんなにいいか。よし、1万円の化粧水、すごいな。さすがチャネル。これでがっつり先生の好感度。あー、でお休みか。そうかそうか。じゃあ今日はお休みなんで自分もゆっくり休んでおこう。ででよ、で今週はしっかり働いておいてお金を貯めてお店に行けばいいね。でも羨ましいよな、俺を店に行くことでしか先生に会えないのに。え、なに、母さんから仕送り。母さんありがとう。うわ、ありがとう。母さんありがとう。おっぱいに全部つぎ込みます先生。
あ、元気でやっているかい。この間送った仕送りそろそろ届いたかい。無駄遣いするんじゃないよ。お父さんと話したんだけど、そろそろお前にも彼女くらいいるんだろ。いつでも家へ連れてきていいからね。それと今度そっちへ遊びに行くからね。じゃあしっかりね、母さんより。いやー、お母さんのぬくもりが温かい。よし、このぬくもりを全部夜のお店に使うとは思わないだろうな、母さんもな。こんな息子でごめん。うん、息子はまた生徒になってるんだ。いやー、これランダムでね、すごい久しぶりだけど、たまにあるよね。あまねちゃんの時にあったよな、母さんからの仕送り。これありがたいわ。特に今ね、ショッピングをしてお金がなかったタイミングだから。2月の休み、あ、また休み？来週先生休みだわ。よし、じゃあ今日しっかり会いに行ってプレゼントも渡して。少しだけ待って。待ってないっす、先生。先生、母さんのお金をすべて今つぎ込みに来ました。はい。ほんとダメなやつだよな。ドリームクラブへようこそ。よし、じゃあプレゼントして、ちょっと ETS 状態で会話をいろいろしてみたいかな。ルイです。指名してくれてありがとう。私の魅力に気がついた？もちろんです。まずはお酒。マグマからのウイスキー。あ、違う、ウイスキーは俺だった、間違えた。あ、でもまあいいか。酔わせよ、先生酔わしちゃおう。ワインだったね、先生は。グイッと。すごくかっこいいわ。でしょ？先生驚いちゃった。もうグラスにお酒が入ってないよ。先生驚いちゃったって、自分のこと先生って呼ぶのいいな。自分だ、自分ウイスキーだ。で、プレゼント作戦いきましょう。チャンネルの3番あげる。わー、ありがとう。バッチリじゃない。私がこれ欲しいの、細やかな気配りのできる男の人って。すってき、あら、大切にするわ。がっつりプレゼント作戦、効果ありですね。じゃあちょっとシラフの状態で一回会話。魅力の身につけ方。ルイちゃんのそのセクシーさはどうやって身につけたの？いろんな経験を積んだの。10代の時はもうちょっと子供だったわ。何したの、ルイ先生ったら。いやらしいんだから。もう年齢の分だけ魅力を積み上げてきたんだね。そう、20代になってからの4年間でいろんなことがあったから。若い、24か。ルイ先生24歳。24歳の私の年計算してるでしょ。ちょっと色気じゃないよ。してないよ。今年が年女だなんて思ってないもん。してるじゃない。24。へえ、そっか。じゃあレイカちゃんと年が近いんだ。おいしい、だから仲良くしてんのね。毛先だけちょっと切ったんだけど。え、そうなの？髪型どうかな。全く分かんなかった。おお似合ってるよ。おバッチリ、すごくいい、元がいいからね。ありがとう。褒められると女はますます輝くの。24歳の返しじゃねえよこれ。ってことは明日のルイちゃんはもっと綺麗ってことだね。そういうこと。よし、じゃあ ETS まで持っていこう。グビグビいっちゃいたい。ちょっと酔っちゃったかしら。あ、やっぱウイスキーだから一杯で酔える。あ、もう入った。あんまお酒強くねえな。2杯目はじゃあワインを。はい、こっから ETS。 おい、会話。タイプ聞いてみようか。ルイちゃんはいつもどんな男に口説かれる？見る目のある男かな。もう、なるほど、言うね。そうだよね、ルイちゃんの良さに気づくには見る目がないとね。当然外見だけに惹かれてくる男もいるけどね。じゃあルイちゃんのタイプはどんな人？私の好きなタイプは落ち着いた人。
かな。落ち着いた人、具体的には私が下ネタ言うのはいいけど、それに乗って下品なことしたりする人は嫌。失礼いたしました。俺は完全にタイプから外れちゃったな、これ。ごめんなさい先生、ずっと下品なこと。しょうがねえだろ、先生がずっと下ネタばっかり言うから。っていうか自分が下ネタ言うのはいいんかい。だから落ち着いた人か。ハマキの似合う感じだね。ハマキは違うか。控えるわ、ちょっと俺も下ネタ控えるわ。俺寝巻きは似合うよ。落ち着いた感じはしないけど。なんでダジャレキャラになってんだよ。そろそろお時間みたいよ。延長です。延長してくれてありがとう。放課後はここからですよ。どんどん会話だな。じゃあ私ね、週末になると必ず行く場所があるんだ、うん、このお店ではなく。さてそれはどこでしょう。ボウリング場かな、もしかして。全然わかんないな。ヒントは。そうね、年上のおじさまがいるところ。おじさま、まさか週末婚てか不倫。ルイちゃん、それはあまりおすすめできないところでは。あ、どこかエロいことしてんな。なんだ週末婚って。わからん。あ、合ってた。なんとなくわかった。あら、勘がいいわね。どこ。お金持ってるおじさまの家だろ。おじさまが集まるバーとか。そこでナンパされて君は。ブー、不正解。違うの。正解は、競馬場でした。競馬、競馬好きなんだ。競馬場か。私ね、馬が大好きなの。またこれもエロいこと言ってるような気がする。馬何がいいんだろう。馬好きって意外だな。そう。でもそれより好きなのが大胆な賭けをしちゃうような人かな。ギャンブラーなの先生は。全財産を万馬券につぎ込むような男の人って素敵だよね。ギャンブラーというよりギャンブラーを見るのが好きなの。全財産を万馬券につぎ込む男、これじゃあ競馬場デートあるね、そのうちね。へー、どうしたの会話。ブラックホールはいいよ。3サイズ聞いときましょう。ルイちゃん胸が大きくなったんじゃない。そうなの。これレイカちゃんの時にも聞いちゃったけどさ。やっぱりわかる。いや俺は未だ納得しないっすよ先生。ルイちゃんの体のことなら何でも。エッチね。いや先生には言われたくないっすね。じゃあ私の3サイズもわかるってこと。もちろん。あれ86、64、88でしょ。はずれ。あ、しかない。正解は88、62、90でした。いやこれは絶対ね逆サバだって。先生もっとでかいって。88どころじゃないでしょこの大きさは。想像してたよりナイスバリー。 あでもお尻大きいのはいいな。つい3サイズ喋っちゃったわ。大丈夫だよ、すぐ忘れる。絶対忘れない。メモしておきます。もうこんな時間だ。もう帰っちゃうの。あーでもデートのお誘いできなかったか。じゃあまた次の放課後にね。お誘い難しいね。楽しんでくれた。ねえまた来てくれるでしょ。もちろん楽しかった。もうルイ先生に全財産つぎ込むから。万馬券つぎ込むから。嬉しいわ。きっとね。それじゃあまた。はい、先生ありがとうございました。お疲れ様です。学ばせていただきました。じゃあ今回はここで一回区切ろうかな。もうこの先生はいくらお金があっても足りないな。ちょっと待っててね。競馬場が好きってでも意外かも。24歳か。いやでももっと上でもよかったよね。30代でもよかったような気がするけど。人生経験を積んできたって何をしてきたんだろうねこの人はね。流出だ流出だ。私の寝姿がバレちゃった。こんばんはルイです。今日もいっぱい話ができて楽しかったわ。これから香水をつけて寝るところよ。今私の寝姿を想像したでしょ。まだちゃんとお洋服着てるからね。脱ぐのはこれから。なんでこんなこと。いや営業メール分かってんな。それじゃおやすみなさい。これから脱いじゃうんだ先生。
何なんだよこのとことんエロい先生は。いやキャラクターが突き抜けてますねこの人本当にね、面白いわ。それでは今回はこの辺で、また次回引き続きルイ先生ルートをどんどん進めていこうかと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。それじゃあまた。